はい、こんにちは、シャスカです。心の理解をみんなの幸せということで、心理学講座の第33回になります。はい、ご視聴感謝します。今回第33回のテーマは知能です。ぜひ最後までご視聴ください。今回はパーソナリティとは、それから知能指数と偏差指数、そして最後に知能とはということで見ていきたいと思います。 はい。パーソナリティとは、地上位というふうに言われるんですね。地上位。まあ、その人っていうものの人間力とか人格とか個性っていうのは、主に3つの要素から測られることが多いということです。知っていうのは知能ですね。今回のテーマになっている IQ です。マインドと呼ばれる部分ですね。マインドっていうのは、どちらかって言ったら思考ですね。物事を考える思考とか、 まあ今回で言う知能とか、まあ、こういった部分をマインドというふうに言ったりします。で情っというのは情緒能力 EQ ですねで。これがいわゆるハートと呼ばれる部分ですね。まあ、人とコミュニケーション能力を取るのが高いという力になります。それから位というのは意志力ということで SQ ということでウィルということですね。でこの知能指数が高い 情緒能力が高い。そして意志力が高い。で、それが掛け算で、こう、掛け合わさっていって、その人の、まあ、パーソナリティ、人間力、人格、個性というものは高まっていくということです。で、これはですね、あの、掛け算になってるんですので、 何かがゼロだったらゼロなんですね。例えば知能は高いんだけど、もう人と全く交わりませんということであれば、まあ、知が100でも情が0だったら、やっぱりその人の人間力っていうのはまあゼロなわけですよね。なんですけど、これ、掛け算になってるので、こう相乗効果で普通は上がっていくんですよ。だから、知がどん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 高まると、それが情とか意とかにもすごくいい影響が与えられていくんですね。逆に情緒能力が高くくなっていくと、 意志力ととと、かか知能がが上がっていくと、まあ、逆に意志力がついていくと知能とか情緒能力が高くなっていくということでこの3つっていうのは掛け算なので基本的にはその対立するように見えるんですけど実は補完的なんですね。こう人の成長っていうのはこう右上がり一直線の階段みたいな成長じゃなくてその 螺旋状の階段なんですよねだから一回ぐーっと奥に行くんですよ。ぐーっと奥の方に行って行っていて、一番なんかね、夢とか目標に遠回りなところを行って、その一番奥からもう一回帰ってきて、一周ぐるっと回ったら、同じところじゃなくて、少しこう高い位置に戻ってきてるっていう感じなんです。で、またずーっとぐるーっと奥の方に行って行って、ね、夢とか目標からすごく遠くに行ったような感じがするんだけど、一周回ってきたら、また、 最初の位点地点よりちょっと高いところに行くとで。基本的に人の成長っていうのはそれの繰り返しなんです。で例えば知能、今回のテーマは知能ですから、まあ、知能を鍛えれば鍛えるだけね、逆にうまくいかないって感じる時も多いんですよ。例えばね、その知能を高めることでね、まあ、自分はね、本をたくさん知ってるからよくわかってるんだっていうことですごくこう分かった気になる、知った気になる。だから、ね、あの、 やらなくてもわかるみたいな錯覚があったりね。もしくは、その、うまくいった時にね、まあ自分はこんだけ勉強したからとか努力したからっていうことで、それがおごりになったり、傲慢さにつながって人間関係を逆にダメにしたりとかね。とていうことで、こう、知能を高めても逆に情緒能力っていうのに対して、もしくは人間関係に対して悪影響が出たりする場合があるんですよね。だからなんかね、知能っていうのを高めない方がいいような、風な、あの、 感じるる時もあるんですけどでも、それは実際はその人の成長が一、ね、回こう奥の方にぐるっと回っているような状態で、まあ、失敗したり挫折したり、ね、時には絶望したりしながらでももう一回ぐるっと回ってきている時には最初の地点よりもより少し上の方に上がれていると。だかからこのの地上位上上っていうのは何一つが上がれば 基本的には人間力、人格、個性っていうのは高まっていくというふうに考えていただいていいと思います。知能がつくから逆に、ね、人っていうのは人と自分と自分でコミュニケーションするときていうのは言葉を使ってコミュニケーションしますから知能指数が上がるということは言語能力が高くなるということですよね。だから自分に対して指示命令する感情のコントロール力とか自己コントロール力っていうのが確実に上がるわけですよ。で 自己コントロール力が上がるから、逆に人前でねあの、例えば自分の感情、イライラとか怒りとかっていうのを抑えるってことができるようになる。で感情のコントロールができるから、その場でいい人間関係を築きやすい。でそしてそれがうまくいったら、その自信がついて、より意志力っていうものが高まっていくと。意志力が高まっていければ、より大きな、より難度の高い知識、知恵に挑戦していくことができるってことで、ぐる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 、こう、らせん状に。 地上位が全部上がっていくというのが基本的な考え方です。はい で次、じゃあ知能ってどうやって測るんですかということで、まあ、知能指数、偏差指数っていう2つの指数があるわけですけど、1つは知能指数ということで、いわゆる IQ と呼ばれているものですね。まあ、これはすごくこうシンプルに、ねえー、表現しています。ちょっと正確さには若干欠けるんですけど、わ、まあ、かりやすさで言えば、精神年齢割実年齢ということになります。まあ、その人がいろんなことができますよねと。 でそれに対して何歳でできるようになってますかということで、精神年齢割る実年齢ですね。実年齢の割にどれぐらいのことができるかっていうので見るということです。だから、まあ、いわゆる天才少年、天才少女っていうのはその、ね、分母である実年齢の方が低いわけですよね。2歳でこんなにできますとかね、3歳でこんなにできますとか、4歳でこんなにできますってなると、当然 IQ というのは高く表示されがちになるわけです。 で仮に実年齢、分母が数字が60歳、70歳、80歳だったとしてもその人がものすごく、ね、大きなことができるっていうことであれば分子も大きいのでやっぱり知能指数は高い表示が出るわけですねだから IQ が高いっていうのは実年齢が低いかもしくは精神年齢が高いかもしくはそのどちらも高いかということになりますで偏差指数っていうのはそういう基準ではなくて偏差指数っていうのは他人との比較なんですね 本人割る平均と、まあ、これもすごく単純化しているので、あの実際は、ね、もう少しこう細かい計算式になるわけですけど、まあ、意味としては本人が平均に比べて、ね、まあ、小学6年生だったら、小学6年生の平均に比べて、今、自分がどれぐらいかというのを見るのが、偏差指数とか、偏差値と呼ばれるものですね。 平均を50という指標にしましょうと。もし49だったら自分は平均より低いんですよと。逆に51だったら平均よりは高いですよということですね。はい。そして知能っていうことなんですけど、基本的に IQ っていうのは精神年齢をある実年齢ですから、精神年齢を何,何のにするかっていうのが大きいですよね。何ができるようになっていたら一般的に精神年齢が高いということなのかということになるわけです。 ね、当然時代によって求められる知識やスキルっていうのは変わりますよね。人にあの時代によって今はこの知識が重要だと、このスキルがあると人に求められているということが変わってきます。だからその時代その時代によって求められる知識やスキルっていうのを常に磨き続けている人っていうのは精神年齢が高い人ということができます。 いうことができるということですね。昔みたいに22歳で大学を卒業したらもうその知識、スキルでね、40年間安泰っていう時代は終わってますよね。昔はね、年功、序列、終身、雇用ということで、一回就職したら基本的に会社っていうのが定年退職まで面倒を見てくれるという時代でしたから、22歳までね、何らかの知識とかスキルっていうのを身につければね、まああとはその組織の中でうまくやっていくだけで、その人っていうのは安心安定があったり、 したわけけででですすど今ははもうそういうそいい時代ではないですよね常にもう大人になってもね30になっても40になっても学び続けるっていう、ね、姿勢っていうのがすごく大事になってきていますまあ障害学習っていえば一言なんですけどまさに障害学習の時代で時代によって求められる知識とかスキルっていうのは変わってくるということですね。 まあ代表的なところで言えばやっぱりパソコンとかインターネットのスキルっていうのは30年前はもう全然必要とされてなかったわけです。ね、30年前やっとパソコン、パーソナルコンピューターということで一人一台機械、コンピューター、そしてインターネットとつながる環境っていうのが入ったことで急激にそのパソコンのスキルとかインターネットのスキルっていうのが重要視され始めてきたわけです。まあこういうふうにしてね、精神年齢で何を指標とするかっていうのは時代によって求められる知識、スキル、 によっってて変わってくるとということですねただね、そうは言っても時代によって変わってくるとは言ってもずっと時代変わらず、普遍的にですね変わることなく普遍的に知能、IQ の高い人っていうのは一般的にこういう特徴を持っているということです。一つは問題解決能力が高いということですね。論理的に十分に推理する。問題の確信をつく。 そして最適な方法で行う。まあ、こういったことができる人は一般的に IQ が高い人ということが言えると思います。この3つは、ね、バラバラになっているみたいなんですけど実は同じことを表現を変えているんですね。IQ が高い仕事って、まあ、知能指数が必要とされる仕事って例えばお医者さんとか弁護士とかですよねで。そのお医者さんとか弁護士の人たちの特徴としてはその問題の理解 にすすごく大きな時間とエネルギーっていううのを使うんですね問題の理解っていうのにすごい時間とエネルギーを使うんです。例えばお医者さんがね、えー、患者さんが来てね、今日どうしました頭が痛いんです。はい、風邪薬どうぞ、お大事にとはやらないんですよ。やらないんですよねもしそんなお医者さんなんだったらいらないですよね。コンビニに薬を置いててね、頭痛薬とかって、ね、置いててね,あのね、自分たちで好きなようにあのコンビニに行って薬をね、 買えばしそれで済むわけでですよでもなんでじゃあお医者さんっていう人が必要かって言ったら、問題解決能力が高い、つまり本質的な問題を見つける力っていうのを持ってるわけです。そしてその本質的な問題を発見するための知識っていうのを持ってて、そこに対して時間とエネルギーってすごくこう使うんですよね。IQ が高ければ高いほど理解に努めるわけです。よりそのね、相手の理解、問題の理解っていうのにすごく時間とエネルギーを使うんですね。なので、 お医者さんであればねあ、今日頭が痛いんです。じゃあね、体温を測ってきてください。血圧を測ってきてください。ちょっと尿検査しましょうかとかね、心電図を取りますとかね、レントゲンを取りますとかね、ちょっと念のためにね、あの今回は CT を取りましょうかとかね、MRI までちょっとやらせてくださいということで、すごいこう、ね、何が本あの原因なのかっていうのに対して、その問題の理解、相手の理解っていうのにすごくこう、時間とエネルギーを使うんですね。そしてそれらの 問題を全体を眺めて、あこれが原因かと、ね、頭が痛い原因はね、これなんだ本当に風邪の場合もあればね、インフルエンザの場合もあるでしょうし、中にはね、その脳の血管から血が染み出てね、血腫ができている、とね慢性硬膜下血腫とかくも膜下血腫ができているということを把握するわけです。頭が痛いって言っても、なぜ頭が痛いのかっていう、その原因っていうのを突き止める力が高いっていうのが、知能指数。 なんですよねだからその問題発見、ね、本質的な理解っていうのにすごく時間とエネルギーを割いてそして問題の全体像を理解しそして本質的に一番の根本原因は何かっていうのを見つけそしてそれを見つけるからこそじゃあ手術をしましょうとか、ね、薬を出しておきますねとか今回は大したことがないので23日ご自宅でゆっくりしてもらったら自然と治ると思いますということで適切な処方が 行うことがでできるわけですだから問題の発見、問題の理解っていうのに9割以上の時間とエネルギーを使って解決を一瞬でするというのが IQ の高い人ですね。比較して IQ が低い人っていうのは、ね、もう問題ってこう,いうこうだよねっていうことで、ね、もう自分の過去の経験知識に照らし合わせて、ね、あそれ聞いたことありますとか、ね、それ知ってますとか、ね、あそれ私似たような体験してるからあれ でしょあれと同じでしょっていうことでね、もうすぐ問題っていうのは何なのかっていうのをすぐこう把握しようとしちゃうんですね、その相手の理解とか問題の理解に時間とかエネルギーをかけない人っていうのは、ね、問題の把握能力が低いので、当然解決能力も低いと。ね。 本当は脳の中から、ね、血が染み出てて血腫ができてるのにあ風邪ですね、あ風邪薬出しておきますよっていうような人はやっぱり IQ が低いわけですよね。逆にお医者さんとか弁護士とかは問題解決能力が高いっていうのはそれだけ問題の本質を見極める力っていうのを持っていてそこに対しての相手の理解、問題の理解に大きなエネルギーを使える人ということが言えると思います。 はい、それから2番、言語能力が高いということではっきり明確に話すと、と読書の習慣がある、知識量が多いということですね。やっぱりあの、ね、コミュニケーションは言語コミュニケーションと非言語コミュニケーションということで、ね、言葉を使わない言語あのコミュニケーションというのも非常に大事なんですけれどもでも実際問題としてやっぱり、ね、言語が使われることが圧倒的に多い、時に特に西洋型、ね、ヨーロッパ、アメリカ型で基本的にそのね 世界っていうのはそのヨーロッパ、アメリカ型でまあ進んでますから、科学技術とか哲学とか心理学とかっていうのはね。でそうなると余計こう言語というものに対しての重要度が高いわけです。でそうした時にまに言語能力が高いとか論理的な思考ができるっていうのはある意味世界共通語を持っているという言い方もできるわけですね。 男性が女性を理解するのは難しい、女性が男性を理解するのは難しいって言われるんですけど、互いに論理的な思考ができるのであれば、実は理解することが比較的しやすいんですよね。わかりやすいわけです。まあ、世界の中でユダヤ民族とかっていうのは、ね、非常に IQ の高い人たちです、はい。彼らはもう3歳ぐらいから、ね、勉強というのを徹底的にやっていって、ものすごく本を読む民族ですから、ユダヤ民族っていうのはね、 あの基本的に本の民とも呼ばれていて、論理的な思考能力というのは非常に高いものを持っているわけですねで。そうすると世界どこに行っても活躍できるわけです。なぜならその言語能力、そして論理的な思考というのは世界共通語だからですよね。それに手は照らし合わせて考えると、まあ、同じ、ねえー、考え方、同じ結論に導いていくことができるということになるわけです。また、まあ、さっき どこかで言ったんですけど、自己コントロール力ですね。自分が自分に対して命令を出す。自分の感情とかをコントロールするのには、どうしても言語というものを使って自分と自分が対話する必要があるので、言語能力が高ければ高いだけ、自己コントロール力、セルフコントロール力は高くなると。まあ、結果として地上位の残りの2つですね。情緒とか、医師とか、こういったところも力をつけていく。 ことととがしやすすくなるということです、まあ、こでの問題解決能力とか言語能力っていうのはまあ時代に関係なく一般的に IQ が高い人の特徴ということが言えると思います、まあ、時代とともにねこの地上位の中での地っていうのの相対的な価値っていうのはちょっと下がってるんですよねいや今からは情緒とかの方がね、えー、すごくこう重要視されがち、まあ、今までがあまりにも知能に偏りすぎてたので ね、いい高校行って、いい大学行って、いい会社に勤めさえすればね、もう40年間安心安定ですよっていう時代が崩壊してしまったので、昔ほど知能万能時代ではなくなってはきています。どっちかっていったら、今から活躍できる人っていうのはね、情緒能力っていう、こう、人の中の輪の中に入っていってね、どん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 人をつなげたり、まとめたりすることができる人の方が、活躍しやすくなっている時代には移りつつありますけれども、でもこの3つっていうのは、本当は分離しないんですね。 本当は3つが関連しているわけです。情緒能力が高くて、ね、人とたくさん交わることができる人っていうのは、やっぱり何らか知能にいい影響があるし、ね、意志力っていうのを向上させていくのにいい影響があります。ね、逆にあの知能っていうのが高い人はね、やっぱり人と接した時にね、えー、やっぱり空気を読むとかね、いろんなこう頭で思考してね、やっぱり相手がどうやったら、 喜んでくれるんだろうとかね、幸せになれるんだろうかということで、まあ、違う意味での気遣いっていうのができるようになってきたりするので、やっぱ知能が高い人っていうのはね、やっぱり相対的には重要度が下がってきてますけど、ね、でも依然として重要は重要ということが言えると思います。でそしてね、まあ、あの 今回は知能というテーマですけれども、一般的にその学歴が高い人、例えばいい高校に行ってるとか、いい大学に行ってる人、でそれでも全て、ね、人生が良くなるというの時代は終わってるんですが、でもやっぱトータルで言ったらやっぱり知能が高い人っていうのはね、やっぱ社会の中で活躍しやすいっていうのは事実です。前回、ユングの自己実現過程というのを一緒に見ていきましたけれども、自我が一回確立してね、 それで夢を描いて自分はね他者よりも優れた結果を出したいということで夢を描いてうまくいかないと一回自我が崩壊し,ちゃしてしまうんですけどでも新しいねより高度の工事の自我っていうのが再統合で作られて自己実現していくということですあの地上位がその 螺旋階段でね、一回奥の方にぐーっと回っていって、もう一回上がってくるので、まあ、失敗とか挫折とか絶望とかしながら、自我が一回崩壊しながらも、もう一回こう戻ってくる時に、 より、今までよりも意識が進化した高い自己として再統合されて、そして自己実現していくんですね。だ昔であればね、もういい大学を卒業した時点で、もういい会社に入って、もうそれである意味なんかこう人生のすごろくが、ね、ゴールみたいなところがあったんですけど、今はそんなにね、あの単純な時代ではなくなってきているわけです。 だから、知能が高くても、やっぱり情緒能力が高いとかね、意志力があるとかっていう、他のね、2つの要素っていうのがすごく重要にはなってくるんですが、でも、IQ が高い人っていうのは、最終的にはね、やっぱり夢実現能力が高い、問題解決能力が高い、目標達成能力が高い人っていうのは間違いないし、知能が高いからこそ、情緒能力、意志の力っていうのを、相乗効果的に、螺旋状に上げていきやすいということも言えると思います。 はいえ。今回のまとめです。パーソナリティというのは地位上位と、え知識上知、知能、情緒、意志。論理的にはバラバラでも本来は同じものと。まあ、当たり前ですよね。一人の人間を三つの角度から見てるわけですから、心は一つですからね。角度が違うだけ。三つは螺旋状に発達していきますと。何か一つが上がれば残り二つに大きな影響を、ね、プラスの影響を与えることができるということです。で知能指数というのは精神年齢はある実年齢と。 で偏差指数というのは本人割る平均と、まあ、自分自身との比較、他者との比較というような感じですねで。何を精神年齢とするかは時代によって変わってきますということで、まあ、インターネットのスキル、パソコンのスキルというのは、まあ、新しく必要とされるようになったスキルですよね。 逆に問題解決能力とか言語能力っていうのはまあ普遍的な指標の一つということが言えると。だからまあまあ問題解決能力、論理力、言語力っていうのを高めれば高めるだけ、まあ、間違いなく IQ にとってはプラスの要因になるというお話を今回はさせていただきました。はい、次回34回は性格というテーマの予定です。次回もどうぞお楽しみに。 もし今回の動画がですね、あなたの理解を助けたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。